カラフルモンスターズ、ゴーゴー。はい、今回は絵文字でお買い物できるの？できるの？イエーイ。できない気がする。はい。はい、正直ね、難しいよね、絶対。ではね、早速ルール説明の方をしていきたいと思います。はい。まず15種類の絵文字をスタッフさんに送ってもらいました。今回は一人ずつ考えてなくて、みんなで一緒に考えましょうということで、おにぎり、っていう絵文字と、丸、赤の丸の絵文字が2個、スタッフさんに送られてきたとしたら、これがおにぎりっていうのは分かるけど、何おにぎりか分かんないじゃん。若だったら梅だと思う。力や明太子。水木いくらかなって思った。あ、でも丸いやん。そんな感じで多分チーム内でも意見割れると思うんですよ。うん、だからそのチーム内でどれを買うか考えて、その協力して物を買いに行くっていう感じだよね。いいね。はい。まあいけるでしょ。はい。まあ。三人なら。三人なら。3人で協力するんだもんね。そうですね。いや、頑張っていきましょう。はい、それではレッツトライ。はい、買ってきました。イエーイ。まあ、半分は合ってるよね、多分。何個かのスーパーで買ってて、来たって思うのってあった。ピンときたのはありました。そう、何個かなんかけど、ちょいちょい何これみたいなのも、そう、食べたいの入れちゃうみたいなやつもありました、正直。はい、だからまあそれは勘で当たってたらいいなと思ってます。はい。一つ目の絵文字はこちら。そして私たちが選んだものはこちら、豆大福です。おお、多分合ってる。結果はドゥルルルル、おにぎりではないじゃん、海苔がないから、で、米が使われてるのは文字しかないなと思って。すごい、さすが。で、あの、フグだったから、もち大福ってこと。そう、フック。よかったら、一問にも正解して。じゃあ、次行こう。二つ目の文字は、こちら。そして、私たちが選んだ商品は、こちら。イエモンのお茶です。ね。結果は、え、最初さ、ホームパイとかかと思わなかった？家も英語で読んじゃって、うちらの名前言ったらで、ホームって読んじゃって、はい、そっちかと思ったね。じゃあ、2問目はこちらでした。3つ目の絵文字はこちら。そして、私たちが選んだ商品はそう、最初ビキニスネークとかね、なんかいろいろ難
難しいのもあったんですけど、これはビギニじゃなくておっぱいと解釈するんだと私たちは気づきまして、でそれでバイのミってたどり着きました。メスイだな、これはすごいよね、うん、しかもこのパイの実さん、ミがさ、ミズキの実だね。そう、ミだね。こっち選んだよ、だから、うん、こっちパイの実だけど、こっちパイの実。あ、5つ目の絵文字はこちら。そして、私たちが選んだ商品はこちら、ブルボンのチョコチップクッキーです。お、そして結果はドゥルルルルチョコクッキーなんで、で、ここの絵文字のやつがチョコチップで丸太、木だからね、木で、木みたいな感じじゃないの、だから、そうかと、え、これ正解は何だったの？これは、これだ。あ、え、冷静に考えたら絶対それじゃん。丸いクッキーじゃないじゃん。これは完全なる敗北だね。食べたい。の、6つ目の絵文字はこちら。そして、私たちが選んだ商品はこちらです。テールスです。お、正解でしょ、ね、正解はドゥルルルルルルじゃん、正解です。イエーイ。あ、これはね、もう圧勝。これね、あの、わざとみずきが同時にハモってテールスって言ったよね。これさ、なんだっけ最初、なんだと思った最初は、あの、エビマヨだと思ったんですけど、そう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 、なんか葉っぱみたいなのがあってね、買いに行ったところが品揃えが良さすぎて、そうそう、いろいろありすぎてめっちゃ悩んだ結果、葉っぱの色見たらなんか天むすみたいなやつだったので、隣見たらね、天むすが置いてあって、同時に見てる、お、天むすってなってずっと二人でね、あの黄色の意味なんだろう話したんだよね。どういうこと、この葉っぱは小麦、小麦いいなと思って。じゃあエビを揚げてるよ。そう、衣をつけて揚げてるから、あ、酢じゃないよってこと。あ、最初これマヨネーズカラーだと思ったんだよ、エビマヨネ。こう、え、成績いいよね結構、うん、5問正解するの、うん、7つ目の絵文字はこちら。そして私たちが選んだ商品はこちら、鮭おにぎりです。お、結果はドゥルドゥルドゥル、マグロかと思った。え、いや、ツナと迷った。そう、ツナと迷った。結構言い争ったよね、ギリギリまで。無茶気にしようって。よかった。マヨが簡単だから隠されてるのかなって話になって、そう、よかったです。よかった、よかった。八つ目の絵文字はこちら。そして、私たちが選んだ商品はこちら、片揚げポテトです。そして結果はグッバン、正解です。え、これさ、結構難かったよね最初。これ美術の名推理ですごかったよ。そう、え、これすごい悩んだよね、うん、最初はポテトチップス持ってたんだよね。え、そう、なんかでもこういう系なのは分かったんだけど、うん、でもなんかなみたいな、あのポテトがすごいヒントになって、でその後美術はね、ポテチの味かと思ったよね最初、うん、そしたらなんかダンベル持ってるじゃない。これ揚げてるから片揚げかなと思って、うん、で、蚊が最初にあったしね。そう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 、あり、ポッて名推理のすごかったね、僕あんま活躍できませんでした。マジ名推理だった。9つ目の絵文字はこちら。そして、私たちが選んだ朝食はこちら、じゃがいものシーザーです。そして結果はバン、正解です。これはね、圧勝だね、うんうんうん、これはもう割と最初の方に入ってるので、うんうん、間違いないと言って、結構これはいけるだね、うんうん、10個目の絵文字はこちら。そして私たちが選んだ商品はこちら、マジックライフ。そして結果はドゥルドゥルドゥルダン、正解です。これも圧勝。
あーそうだから悩んだけど泡があったから炭酸なんだな、うん、すら分かったね。11個目の絵文字はこちら。そして私たちが選んだ商品はこちら、じゃん、梅おにぎりです。そして結果はあんまりしないけどドゥル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 、だん、正解です。
でしょうね。ね、じゃメロンパンちょっと手応え感じたよね。じゃメロンパンちょっと手応え感じたよね。メロンパン手応え感じかな、ちょっとだけ。感じがとってもね。とってもあんそう。結果教えてもらってもいいですか。実は、はい、これは適当な絵文字を打ったら名推理のこの子たちは何を持ってくるのかなと思って。そういうこと。ひどいことしました。じゃあ、あの、外れとかじゃないってこと？外れってわけではないってことか。ってことは実質当たり、うん、当たりちゃう。これからこの絵文字を見たら、これ。あ、なるほど。すごい面白かった。頭ったよかったね。はい。ね、すごい勉強になったよね。うん、英語の勉強になってくない？あ、確かに。だって、ヘビは英語でなんて言うのとかさ、ね、話してたよね。炭酸、炭酸の力は。炭酸なんていうの、サワーとかさ、なんかいろいろ話してたから、ね、よかったです、うん、みんなもやってみてください。お母さんとかにあのお使い頼まれる時に絵文字でやってもらって、めっちゃどっちもめんどくさいんですけど確かにね、どっちもめんどくさいけど違ったら怒られてる、うん、そう、面白そう、めっちゃ久しぶり。